オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。ムーブのゆりです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もつでーす。はーい、すごいアピールもつさん。はい、ね、2008年振り返って、去年ね、どうでした？去年はもういろんなことがありましたね。まあムーブ的にも、はい、まあ、木村さんがね、現役を退いてタイとか、はい、いろいろドタバタしてましたが、なんだかんだ、忙しく、そうですね、去年は多分一番早かったんじゃないかと思う、私なんか個人的にね。意外にアルバムも早めから作ってたしね。そう、あっという間だったなと思って、はい、なんで今年はですね、私は、あの、まあ、ちょっと、アルバムも出しますし、あの、またちょっとライブとかも、あの、海外とかでもまたアニメのイベントとかでお呼ばれしたいなと、はい、去年行けなかったじゃないですか。そうですね、だからまたちょっとね、あの、ノリノリで行きたい、モツさんと頑張っていきたいと思います。はい、2人になったからね、ムーブね。そうなんですよ、表向きはね。そうですよ、これ本当にミヒマル GT と間違えられないようにしていかないとですね。もう本当ネタですね。2人の絵を見るとそっくりなんですよ、なんか。すいません。そう、差別化を図っていきたいというですね、これなんかわかんないですけど、はい、いや、僕も2009年ね、もちろん、はい、あのね、どうです、そうですね、アルバムの制作のスタイルも変わって、まあ、もちろん木村氏があのムーブを辞めたわけじゃなくて、もちろんプロデュースしてるので、ね、歌取りカメラになったりとかね。本当ですよ。そうですよね、歌取り職人の代わりに彼が取るようになったりとかしたりとか、まあ、トラックダウンもやることになったりとかさ、自分でね、すごいセルフな感じになってきたよね、よりね、なりましたね、ムーブとしては、っていう1年だったんですけど、個人的にはモンスターハンターにハマりまして、もうどこ行ってもやってましたね。やっべ、もうちょっと待ち時間あったらもうピコ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 、なんかさ、下手くそらしくて僕全然そうなんだ、あんなにやってるのに。なんかだ、なんかね、コツをね、あの、年だからコツをね、なんかゲットできない、 理解できないですね。そう、年だから、まあ、設定年齢18でしょ。そう、設定年齢はあくまで18歳なんですけど。そうかな、2009年はもうこんな年にしてやるから、あ、そうなの、また今年もやるの。そう、あのね、半分もいってないです、まだ、遅いのね、半年かかってるから、本当そのくらいやってますよね。いやいやいや、今年もゲーム三昧ですか、ね、プライベートは。そうですね、 RPG 三昧の持つなんですけれども、1月12 1日にはですね、東京オートサロン、はい、今年もやりますね、出させていただきます。車のイベントも今となってはもう毎年の行事みたくなってですね、本当ですよね、ありがたいことに、これも面白い感じやります。今回もバンドで、バンドで、はい、ガツンと大阪オートサロンじゃ、大阪オートメッセもやるじゃん、やりますね、はい、あれはまたちょっと、やべ、あんまり言わないわよ、これ。そうよ、面白い感じですよ。4月4日の、はい、ライブの方もですね、そう、面白いことを考えております。これはもう、ワンマンでやらせていただくんですね、はい、はい、そう、アルバムをね、買っていただいた方の中から抽選でご招待なので、ぜひぜひですね、今回このアルバム、ヒューマナイザーをゲットしていただいて、遊びに絶対来てほしいなと思ってます。そうですね、はい、でもね、見れない人いるじゃん、結構。だから見れ、漏れちゃう人もいるので、そのためにですね、ネットを介してちょっと面白いこと考えて、実はね、ですね、まだ言えない情報もたくさんあるんですけども、もう2009年言っとくことは、そうですね、モンハン誰か一緒にクエストお願いします。プライベートでね、まあそうですね、はい、これからも頑張っていくので今年もよろしくお願いします。はい、ムーブでした。ありがとう。